リバイバルの時、救いの時はもはや伸ばされることはない。もはや時が伸ばされることはない。ヨハネの黙示録10章6節。黙示録に書かれているこの言葉は、終わりの時の観難時代における第6のラッパの後、第7のラッパが鳴る時の前の言葉です。私たちの人生にもいろんな時があります。忍耐の時、待ち望みの時、どんなに努力しても頑張っても何も動かない、変わらない時があります。出エジプトしたイスラエルの民は、カナンの地に行く前に不信仰のため40年間荒野をさまよいました。その時も神の愛や奇跡、神の備えはたくさんありました。しかし出エジプトした時に与えられた約束のカナンの地は1ミリとして与えられなかったのです。カナン占領が始まり、ヨシュアと共にヨルダン川を渡った時、そこからカナン占領が始まります。戦いに次ぐ戦いですが、約束はその旅ごとに成就し、カナンの地が与えられていくのです。私たちにも約束の成就の時があります。忍耐で終わることはありません。忍耐の末に神の時が来て、約束の成就が始まるのです。そして今がその時です。この日本にリバイバルの働きが主によって始められ、信じる者を通して具体的に救いの技と働きが始まるのです。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。